お疲れ様、スラットです。今日はですね、こちら限界突破ゴブリンバレルやってきます。さあ、ついにね、バレルが進化しましたということで、まあ、性能紹介しますと、サイクルに、3回に1回進化します。そしてね、こんな感じでタワーに飛ばすと逆サイドにも同じようなね、バレルが飛んできます。はい、で、中にもしっかりね、あのゴブリン入ってます。はい、で、まあ、そのゴブリンの HP がちょっと少ないですね。はい、まあ、デコイゴブリンと呼ばれていて、まあ、このイラストだとマジで可愛いな。はい、で、攻撃速度や、火力もね、変わんないので、まあ、なんか普通にまあバレルが2個飛んでいくイメージを持ってもらえればいいかなと思います。まあ、ですがダメ HP だけか、はい、HP だけ少ないんで、まあ、その注意点としては、まあ、だからスケやコウモリと HP が一緒なのかな。はい、まあ、ザップで、処理が可能です。かつダガーガールだった場合ね、このタワースキンね、ダガーだった場合完封されます。はい、おめでとうございます。弱すぎダガーにあのデコイのバレルは完封されちゃうので、まあ、無視で終わるっていうやつよね。そう聞くとね、あれっつって弱くないかってなっちゃうんですけど、弱いです。はい、マジその弱いらしいです。まだ僕あんま使ってないんでわかんないんですけど、まあ、弱いとは聞いてはいますが、まあちょっとそこは使いながらね、実はめちゃんこ強い可能性もあるんで、はい、やっていければなとは思いますが、まああと説明するとすれば、まあその相手視点はどっちがそのデコイなのかを多分区別つけれないはずです。はい、なんか自分視点はちょっとこの後飛ばすんですけど、まあ、どっちがその本物か、なんか樽が結構違うんで、キラキラしてるしてないとかで分かるんですけど、まあ、基本的には見分けがつかないんで、まあ、そこなんかちょっとおもろいかなっていう。相手視点どっちどっちってなるんで、まあ、トリッキーなね、なんかもうおもろい戦術なんかできそうだよなみたいなところはあるんですけど、あ、これね、はい、まあ、自分視点はキラキラしてる方も本物なんで、右が本物で、まあ、左は完封っていう、ただそれだけ、まあただそれだけっちゃそれだけではあるんですけど、まあ両サイドタゲとか取れてたら面白そうだなみたいな。まあ、これこれ、そう、自分からしたらどっちか分かんないっちゃ分かんないんですけど、なんかね、タワースキンじゃねえわ、全然ごめん、嘘、なんだっけ、スターパワーか、スターパワーキラキラになるやつねを上げてると、なんかそのキラキラかなんかで分かるみたいな、バグなのかな、なんかあったんですよね。そう、スターパワーのレベルによって意外と区別がつくみたいな感じの話を聞いたり聞いてなかったり、はい、その辺ね、僕あんま把握してないんでごめんなさいみたいなことがあるらしいんですよね。だからそこはなんかね、上げない方が多分いいのかな、そう、分かっちゃうんでね、多分上げない方がいいらしいけどみたいな。6打っとくか、追いつかれそうではある。よいしょ、耐えたい。でもまあデコイバレル飛ばす必要ねえか、これ単ロケで、えっさ、タワーねえとこに飛んでいこうってことか、これねえじゃん、意味ねえじゃん。耐えたわ、飛ばせばよかった。でな、そのなんか、まあ、区別がつかないじゃないですか、言ったら最初はね。まあけど、まあ、その冷静に考えてみてください。はい、削ってる方に本物を飛ばすよねっていう、冷静に考えればね、分かっちゃうかな。だからなんか進化しても絶対に輝けないっていうのかな、なんだろうね、普通に簡単に対処されちゃう可能性があるんで、なんか意味がないというかせっかく進化したのにっていうね。しかもさ、3コストで3回に1回だから、そんなめちゃんこね、回ってくるわけでもない。なんか進化ナイトとか同じって考えたら、ちょっとね、その活躍しねえのかみたいな、なんで進化したのにみたいな。進化ナイトの時になんかね、こっちは一気に突破して稼いでとか、ピンチ乗り越えてがあるのに、進化バレルこの程度かになっちゃうんでね。でこの組み合わせ次第だよね、それこそ新兵隊とか、なんか噛み合い次第では輝けそうな気もするんですけど、意外となんか難しい。
まあ全てはダガーが悪いんですけど、冷静にダガーじゃなけりゃ相手がプリンセスタワーだったり、まあ、ダガーじゃねえね、ブラスターかだったら全然輝く時もあるんで、まあそれに関しては本当にね、ダガーが悪いダガーじゃなけりゃね、こうはならないんで、進化バレル絶対活躍できるんで、まあでも活躍できんのか活躍できんのか怪しいな。ダガーじゃなくたってわかるやんね、ある程度。この状況でさ、この状況だったらちょっと刺さるか。いや行ってもよかったけど、なんか行けなかったな右側は削ってるからさ、右にバレル飛ばしたいんだよな、本命を。それがそうなってくるとちょっとむずいんだよな。削ってない方にね、本物を飛ばす理由がそんなないんで、だいぶかマジでないから。いや俺何も考えてねえか、ウッドが。いやでも端前プリンでさ削って、いやこれなんかナイトが左だけ取ってんだな、もったいない気もするが、まあ、あ待ってやばい、ミスった、これやばすぎる、何これやばすぎる、待って、かわいいやついる中で。いやーしかも体力もろいんでね、まあ、こんな感じで無意味にはなるが、可愛いだけではある、可愛くはあるな、究極に。いやマジミスったな、縛った。しかも3回に1回だからさ、こっからまた溜めんの大変なんだよ、ちょっと。まあ飛ばしてワンチャン耐えれないか。いやーいいね、このゴブリン入んのね。相手もね、枯渇だもんね。まあ、ロケ削りか、これ。しちゃっていいんじゃない？これ、スケで完封できるよ。強すぎる、だが。どうなってんだ？え、待って、進化バレル回っと。で、このナイトでタゲ取れんのはね、ちょっといいよね。まあ、でけえ、それ。からの、なんか、プリン読みみたいな下が、ギャング読みか。いや、そう、こうなんのよね。明らかにその削ってるサイドにさ来るやんね。これロケをさ回す方が期待値ない。足前プリンもしたいが、うい警戒ね。しかもポイズンだもんな、でけえ。えらっ、姉妹プリン置いてロケ削りで相手ポイだから逃げ切るプラン。あっちーえらっテスラが最強すぎるか、これ。いやもうダガーがね強すぎんだよな、というかもうね、進化バレルなんかしたっけって感じではあるか。まあおもろくはあるいや俺は結構好きだけど、好きだけどね、強いかって言われるとまた難しいというか。せっかく進化してんのにその程度かってなっちゃうんだよな。なんかまあダガーガールが加砲されればなんか必然と強くなりそうではある。うん、まあ、あとはこのデッキじゃない感、だからテンプレートのコカスデッキに合うかって言われるとだいぶ難しいんだよな。まあまあおもろい、おもろいだけ、おもろいだけのやつ言い方悪く言うと。やばい、なんか怪しいな。まあもう許容でいいか、ダガーが強すぎてね。さあでもここでゴブリンバレル飛ばしたとて、左サイドは無視で終わるし、なんなら2570は削ってる側なんで、まあなんか適当に対応されて終わるみたいな感じか。両方タゲ取れてたらいいんだけどな。あとなんかマイティでね、なんか移動して実は反対側狙ってますよみたいな、なんかそういうのもまあおもろそうっちゃおもろそうではあるが、なんかそこまでしなきゃいけないのもちょっと苦労なんだよな。
よいしょ。さあ、なんかバレるぐらい雑に飛ばしたいけど、まあ飛ばすけど、なんか左側ものすごいもったいない感ないこれ。うん、まあ自分からしたらね、これバレる、どっちが本物でどっちがデコイかとか分かるんですけど、相手視点分かんないとはいえ無視で終わんなら意味ない。進化テスラが最強。いやもうこう見たらね、絶対輝いてくれるんで100進化テスラとか進化ナイトでいい。たまに輝かないとかだったらまだ分かるんですけどねほぼ輝かないです。ほぼ、さあ、まあバレル飛ばしたいが、まあダガーなんだね。単品バレルの価値が下がっちゃったよな。よいしょ。いやーいいねバレル。あれは一旦適当に守んなきゃやばいのか。守れるか。まあさすがに今テスラザップで竹変えてくれるのありがてえな。デコイバレル、これで、あ、諦めたか。あ、でも意味ねえんだ、刺さんねえんだこれおもろくあるんだよな、かわいい、かわいい、おもろいそんだけ強くはないかな。まあなんか1倍タイムで両方そんな削れてない状況でなんかターゲット取られてるとか、なんかまあ状況次第によってはあんのかなとかも思うんですけど、まあそんな状況そんなねえしな。今左側にバレルさ、まあそれこそわかんない進化バレルで両方飛んできても、まあ、左側ウッド転がすし、なんなら右側ダガーだからまあ無視できるしみたいな。相手の攻めヤンキーだしみたいなとこよね。ずるくない今の相手の攻め冷静に考えてる意味わからん。初手ないトークですらないっていう、だいぶ悲しい状況ではあったか。よいしょ。さあテスラ最強、あとハシマイプリンゲーね。こっからはハシマイプリンだけで勝てるからな。やばい、待って、そのままスケおかしい、強すぎる。まあ、あと相手の呪文かな。さあ進化バレルは刺さんのかこれ。どうなんや、刺さってくれたらありがたいが、次進化ないと来るっすね。ちなみに端前で止めてやりたいな。いやーまあテスラ置いちゃってもいいが、いやー強で、まあこれ大砲のせいで端前プリン警戒されてるんで、まあ、ここでプリンからのね、まあ奥目にしちゃったりしてね。いや延命はねちょっと悩んだな。まあ強すぎる進化テスラ、いっちゃおう。俺もうこれでしか削れないんでね。いやでけえ、もう一発いけないか。さあロケ削りの始まりです。まあ今回相手のデッキ的にもあんまりバレル刺さらないんで、進化ナイトだったっけ、普通か。始まりた、待ってやばい、これずれてる、おぶね、誘導できるんですよ、強っ。え待って、めちゃんこ嬉しいお知らせ、相手ポイズン、いやこれ、このエリスプラダメージ許せない、やばい、おぶれ、ルート強制、ウッド咲いたな。じゃあポイズンでしょ、あの大砲邪魔すぎんな、飛ばしちゃうか。止めてあげた方がいいねこれ、危ないね。さあポイだしダガーだし止まるよねと。いや強っ、このままでナイトが進化してくれたら嬉しいよなと思いながら、
面できそう。熱い。冷静に考えてよ、これどう考えてもこっちが本物になるから、相手の逆みたいな話もあんのかなこれ。さすがにねえか、あんのかな。いやー、テスラ強い。鬼回し来てんの。いや、回転早いんでね、回るよね。いや強っ。進化バレル余ってます、いらない。だって読むと読むずつ。いやでも止めれる、回転早いから。これも進化バレルはどうするか、相手がダガーだからね、いらないんだよな。いやこれ進化テスラの餌だよ、強っ。餌とか言ってやばい、なんかいや強っ、待ってパルスやばっ。マジで進化テスラいらんよ、進化テスラじゃねえこれ。まあおもろいのでいくとこういうことよな、絶対に右に打ってくるからなこれ。だから左が本物みたいな。いやそう、これこういうなんか最後の、え、これやばい、ええ待って、進化バレルぶっ刺さってるやん、えやばくね。こういうのが意外とあったりするとちょっと評価変わってくんじゃない。今のやばくね。まだ別におとなしくも右が削れたんで、いやなんか最後の最後のまあ爆地ってわけじゃないんですけど、相手のタガもうちょっとね線とかで、いやなんかこの状況普通に戦ってもなんか負けそうだなみたいな。流れ良ければね別になんか余計なことする必要ないんであれなんですけど、いやなんかちょっと攻めなきゃ、ちょっと特殊なことしなきゃねみたいな。え今のやばい、なんか気持ちいいね、なんか一番正しい使い方じゃない、進化バレルの。そういうことできるとちょっとね、おやおや強いんじゃないですかみたいな、まあ気もしなくもないけど。デフォとして基本ないと思っといた方がいいな。え今の気持ちいいな、まあそれはそうなんだよな、それはそっちに鬱陶しくない、残り500やもんな。なんかしなくてもいい感はものすごい感じるが、異常な気持ちよさもあったな、なんかね、ああいう状況だったらマジ騙せそう、自分でも騙されるもの、なんでってそっちに飛ばしてくるのなんでってなるのはなる。よいしょ、なんか今回の相手もさ、ゴブリンバレルとかあってもおかしくなさそうだけど、あんのかな。あ、いや気持ち程度の延命ね。ふふふ、え、たまたまプリンに当たるみたいな、かわいそう。かわいそうすぎる、マジ嘘みてえな。さあこれ削れんのかな、俺ロゲ削り開幕。進化テスラで芋って、あとはロケ削りね、ウッドサイトな、これ攻めウッドいきたいな、ギャングだ、いいよ、いやマジこのダメでかい。あとは進化テスラ延命だけどロケ子もいる、いやこれロケ打っといていいな、あっ結局危ないっすね、マジで危ない、強すぎるんで。さあ、姉妹プリン警戒、偉いな。そして、え、まだあのびっくりさ、バレルできるかな、やる必要ねえか。普通におとなしく右ロケ削りするか。いや、ちょっとおもろそうなんだよな。この状況でね、左に来んのって思わないかんな。冷静に考えれば、変なやつしか。そんなことしないもん。それメリットない。けど、俺はする。これ右にだろ、おい来た、え、これやばいっしょ、
おもろくないこれ。いやちょっと楽しくなってきたな、進化バレル。このあえてね逆も行くみたいな。あでもこうなったらさ、相手視点どっちが本物か分かんないみたいな。意外と、まあでもそんなことないか。で今さらとさ、今左に飛ばさずさ、もう右の中適当に飛ばしてロケ削りもできたもんな。わざわざしなくてもいいことをなんか無駄にやってる気にもなっちゃうか。そんなこともないの。やばい。痛い。気づいたら左のが削れたんやけど。いやーまあ。おとなしくロケでもいいが、結構入ってんの。この状況、誰がどう見ても右が本命には感じるはず。だから相手のここでね、左を本命にするっていうプランもなくはないがないかな。なくはないがないか。もうすぐいっぺんな。いやこれナイトが竹取ってるんで。いやこれおもろい。え、うわバレてるわ。うわしかもダガーで完封やん。おお弱っ。弱すぎ。すぎてにおい。完封が良くねえんだよな。一発ぐらい入ってくれりゃな、まだギリ許せはすんだよな。マジギリね。いやさロケでナイス。いやでもなんか逆サイのやっぱ不意打ち。あれ刺さんな、意外と刺さんな。いいしたいだけではあるか。まあ雑に飛ばして進化貯めるか。まあなんか本当にでもどっちか分かんないときは、いやむずいか。本命が分かってから対応だと痛いのかな。まあ一旦削って進化バレルを回しまして、延命すればよかった。俺今ウッド始まりでよかったわ。やっちゃった。ん？嘘みたいな。嘘みたいな話ではあるがやばい。え、やばい。ふふふ、橋前ラムライダースケベやばいな。天才だな、これ。ロケコね。痛い。痛すぎる。このダメージ良くないな。いや、スケベとギャンがあるんで、バレルのね、刺さりがちょっと悪いが、プリンセスが最強か？守れば勝てそうだな。うわぁ、え？いい対応すぎん？ロケコいたなぁ。やばい！殴りが悪い。絶対来るぞ、これ。警戒するか。ふふふ、さすがにね。で、これ、攻めウッドまで行かなきゃなぁ。進化バレル刺さんないの。え？やばい。聞いてない。ふふ、ラムが。いやー全然あるなー。プリンで削りたい。でプリンでしか削れない。許して。痛い。痛すぎる。いや結構痛め。だって金欠すらよかった。これ守れば絶対勝てます。あえて削れない。ここのサプライズさ、あっかな。やってみてもいい。冷静にさ。いやー、タゲが、外れてる。だが、強すぎる。なんでやねん。いや、でも勝てそう。なんか、変に進化バレルを考えなければ勝てそうではある。
拾う。いやこの拾いでかいね。いいよ。まあロキコかこれ。ここのサプライズ右みたいな意味ねえか。まださっきから意味ねえことしてんだろうな。どうなんすか。うん、キッソでも普通にプリンが最強だわ。そう、進化バレル、こんにちはで割る。なんかせっかくならその進化バレルをやっぱ刺したい気持ちもあるんだよね。テスラ？進化バレルを刺したいんですけど、タギを取るためがね、大変すぎる。進化バレル、ちょっと待って、ちょっと待って、俺、真剣なんだよな、40秒よ。むずすぎるから。なんか進化バレルどうやって刺すの？一旦盾をいっぱい投げて、こういうこと？普通に勝てそう。右無視で終わんの。あ、でも待って、右対応してるわ。あっつあっつ、左が入る。でもどう考えても今の状況はね、左が本物なんだよね。普通に考えれば、普通に考えればそうだけど、まあ相手してはね、やべ両方来たってなっちゃうんで、まあ慣れてしまえばマジで弱いんだろうな。冷静に考えれば、でも切羽詰まった状況だと、意外と強い説。意外と強い説もちょっとありそうですが、いやーまあこの一発に価値があるよな。うわ、クロス、いや惜しい。それさあ、ボイドクロス、そんなことあんの。入ってらっしゃい。マジで適当すぎる。橋前プリン5コースとかしかねえのにやってるもんな。え、LSP 優秀か。さあ対クロスね、バレる。いやーむず、刺さんのかな。まあここは相手そんなコストない、クロスっぽいね。いいね。いやーこれなんか左テストラあるんでね、左プリンも行きたいが、ウッドで終わっちゃいそうなんで、まあ右で良さそうか。進化ないとはもう一回後か。さあエリア的に一回我慢して、一回これは低コストで回しまして、耐えか。やばい、やばい、これマジやばい。いや許される、危ねえ。マジ怖すぎ。いやー進化テスラならこいつでいいね。ロケいらない。これちょっと追求する。え、全然熱くないよ。まず、ふん、嘘みたいにまずい状況来てる。やんな、雨なのかね、なおさらまずい。でも左進化テスラあるんで、いやでげえ。いや耐えたことマジ勝ちある、これ。やなめか。やなめロケだろう。え、てかボイドか。え、なんかボイドちょっと熱くない。そんなことないのかな。
これタワーと巻き込まれるのが良くねえな。位置が。え、やばい。いてぇ。橋渡れ。いやー全然あるなこれ。マジギリか。いやー正直あるな。許容されたらうまいな。いやーこれ進化テスラだったか。いやー飛ばすタイミングむずいね。さすがにこっちかこれ。ロケで削って逃げます。進化テスラで耐えれそう。でっけー進化テスラ。まだ最強すぎる。なんだこれ。やばっ。バレル進化はどうだったっけ。いやなんか進化ナイトだったらもっと楽に勝てるよな感がものすごいんですが、どうなんだ。まあ強さをあんま気にしないのであればだいぶいい進化ではあるか。え待って、相手プリンや。あーやば。取るね。なるほどね。ダックプリ取るでね。おもろさはなんか今までの中で一番あるかもな。よいしょ。もう次進化バレリア。あの、金起動しちゃったらよくないなぁ。ほい。いやでもこれもほぼダガーで止まるかんな。よくないんだよね。ふふ。あ。アシマエプリンネチネチ作戦。いやでけえ。これさなんか、いや近畿がよくねえか。近畿なけりゃまず相手がプリンタワーだからおもれいことできそうだったのに。え、こういうのどう？アイスピを添えることによってめっちゃいい。あ待って、デコイ豚になっちゃった。ややまずいが、なんか両方削ることはできたよね。でも枯渇ってなんか基本 1-0 だから両サイ削る理由もないみたいなね。なんか何らこで新鋭体進化来て止まんなくてみたいな。怖っ。いやーもっかい進化バレルためんの大変だな。ホバいたしな。まあ進化テスラを回すのが大事かこれ。でこれでタゲ変わるんで。ふふふ。強すぎんなこれ。どうなってんだ冷静に。やべ、ママンがやばい。ママンがマジやばい。
マジで耐えたい、耐えてください、お願いします。神様仏様許してください。いや進化テスラだ、救いのでけえこれからの端前プリンとかもおつらいんではないですか。しかもトリトンこれでちょっと寝るぞ。ふんふんふん、ちょっとどころじゃねえか、だいぶ寝てんな。え、マジ進化テスラやべえな。ふふ、こいつゲーなんだよな。いやー禁忌してんで一回守るか。許して。ママンがやばい、ここの。いや許容できそう、やばすぎる。いい耐えしてるわ、うん、許さない。進化バレルマジちょっとおもろそうな状況であるか、これからの左側の進化バレルちょっと熱くない、これどうなる。相手視点右の方が嫌だよね、ロケ圏内。まあまあまあ、なんかあんま納得いかねえな、だけど意外と刺さったけど、まあみたいなね。おもろいだけ。だがね、だが相手に生かす方法がねない。ない。まあローリングッド系のねデッキも結構流行ってるからね最近。まあなんか壊れすぎてないから逆に言っちゃいいか。うん、まあ、アイスピに近いが、まあ、アイスピよりはなんかマシな気もするんだよな、正直。アイスピ終わってるかな。さあ、柳使った。まあ、単純にこのバレル今弱いんでね、単品で言ったら。ここで行って、ダメージ稼いで、禁忌もしたいんだよな、あのロキコで。バーバー、やだな。禁忌して、やべ、いて、それ。進化テスラ回ってんの早すぎだろ。ババヒーラーか。まあ、これでヤナアメ使わしてもいいな。さすがに使うよな。結構入るよそれ、しかも進化テスラだからさ。絶対止まる、かわいそうすぎる相手。フフフ、かわいそうすぎるかこれ。このさ、やべ、このバレルがマジ弱すぎるんだよな。これであえて左行く？いや、ここのあえての左どう？いや、肉ラン目を狙いやすいかな。なんか、え、こう見るとなんか、もしかしたら強いんじゃねえのみたいな。ありそうだけど、絶対そんなことないんだろうね。で、なんか攻めたことによってさ、止まんねえし。俺が悪いか。いや、これ進化テスラでさ、マジギリ耐えないかな。マジのギリ耐えある。いや、ついこれ進化テスラゲー。ふふふ。やば。これで耐えれんの、ね、やばすぎだろ。どうなってんだよ、テスラ。いや、だから今みたいな状況で、いやー、まだ普通に自分でなんか守られて終わるパターンもあるな。刺さったからいいけど。という感じですね、進化バレルね。
まあおもろくあるわ。うん、なんか不意の逆サイ縦プラスバレルでなんか削ってない方を一気に削れてみたいなのが、まあさすれば強いんですけどね。でもなんか思ったほど悪くはなかった感あるんですけど、まあどうなんだろう。俺は結構好きなカードな感じしたな。まともっと使われたらね、すごいいいね、戦い方とか戦術とかもね生まれるかなとも思いますんで、まあちょっとまた引き続きね、はい、バレル触っていこうかなと思います。皆さんもぜひ触ってみてください。グラチャンで声も押し出すと押しそうだね。